さあさあ、今回もゆっくり戦士解説、やっていくよ。記念すべき10回目の今回は、和製ヘラクレスと称された選手の紹介になるよ。その選手とは、近鉄バファローズに16年在籍していた、栗橋茂選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。栗橋茂、1951年8月10日生まれの68歳、東京都出身の元プロ野球選手だよ。引退後は野球解説者をしているよ。帝京商工高等学校では、1968年秋季東京大会準々決勝に進出。日体荏原高との日没引き分け再試合の末に敗退する。翌1969年夏の甲子園都予選でも準々決勝に進出するが、日大一高に敗れ甲子園には出場できなかったよ。3年生時、東京六大学野球リーグ各校からも勧誘があったが、投手転向を見越しての獲得を目指した東京六大学より、打者としての自分を評価してくれた、という理由で駒沢大学へ進学したよ。東都大学野球リーグでは、在学中2回優勝。1973年の明治神宮野球大会では、同期のエース、赤津浩二を擁し、決勝で田尾康率いる同志社大を下し、優勝を飾るよ。リーグ通算成績は、92試合に出場し、320打数98安打、打率3割6厘、8本塁打、47打点。最高殊勲選手を1回、ベストナインを4回受賞したよ。そして1973年のドラフト会議で、近鉄バファローズから1位で指名され入団。東京出身の栗橋は、僕は東京出身だから近鉄のことはあまり知らなかったですよ。あの頃は、ほんとたまに NHK で中継があるくらいだったしね。ドラフトでも、前もって話はなかったから、びっくりしたというか、と語っているよ。1位ではあったけど、仲間も誰も、おめでとうと言ってくれなかった。近鉄って関西じゃ会社大きいらしいぞ、としか言われなかったというよ。プロ1年目の1974年7月21日、ジュニアオールスターに出場して MVP を獲得した。当時の長距離打者の中では、特に大柄という選手ではなかったが、和製ヘラクレスと通称されるほどの、鍛え上げた筋骨悠々の体を持っており、長打力に優れた選手であったよ。栗橋自身は、僕は和製ヘラクレスとも言われたけど、ウェイトは、ほとんどしていないんです。キャンプの時期や自主トレでは、していたけど、シーズン入ってからは、しなかった。変な筋肉つけちゃいけないっていう時代ですかね。今思えば、やってたらもっと長持ちしていたからな。最後は完全に力が落ちましたからね。と語っているよ。プロ入りして3年目の1976年には、5月からレギュラーを獲得、主にセンターとして67試合に先発。5年目の1978年には6月から4番打者に定着、初めて規定打席に到達し、20本塁打を放つよ。1979年は、自己最多となる32本の本塁打を放ち、近鉄球団史上初のリーグ優勝に大きく貢献し、ベストナインにも初めて選出された。しかし、同年の広島との日本シリーズは全7試合に先発出場するが、18打数2安打1打点と、進化を発揮できなかったよ。さらに1980年には打率3割2分8厘、28本塁打、84打点の好記録を残し、2年連続のリーグ優勝に貢献。最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインにも再び選出された。広島との日本シリーズでは、16打数3安打1打点とまたも不調に終わるが、第6戦では福士から代打本塁打を放つよ。1982年は再び打率3割を記録、79打点などの活躍で3度目のベストナインに選出。また、1985年5月21日の南海ホークス戦において、サイクル安打を達成したよ。1987年は開幕直後に故障、6月に復帰するものの8月、9月には再度先発から外れる。同年は規定打席には達しなかったが、打率2割9分8厘を記録したよ。近鉄が9年ぶりのリーグ優勝を決めた1989年シーズンを最後に現役引退。同年の日本シリーズでは代打1打席の出場にとどまるよ。最後の監督となった大木とは折り合いが悪く、阪神とトレードの話があったが栗橋は、大木に、出したいんですか、出すならやめます。と言ったという、栗橋は、代打には向いてないと思ったし、あの巨人戦とかの大観衆の中で、フライ落としたらどうしたらいいだろうって、入った以上最後まで近鉄とも思ってましたしね、と語っているよ。この1989年日本シリーズ、巨人第7戦試合終了後に、駒大の後輩で同じく引退表明していた、中畑清と抱き合って別れを惜しんだよ。引退後は朝日放送、ラジオ大阪を経て、現在はテレビ大阪の解説者を務め、オフにはプロ野球マスターズリーグにも、第1回目より参加し、初参加以来大阪ロマンズに所属し外野手を務めているよ。ユーモア溢れる語り口などもあって、関西地区のテレビではバラエティ番組に多数出演。
その傍ら、かつての本拠地である藤井寺球場最寄りの、近鉄南大阪線藤井寺駅の近くでスナック、シャムスンを経営しているよ。とまあ、今回はこの辺にしておくよ。この選手も、以前紹介した西本監督と関係があったみたいだね。こういった、ウプ主が知らなかった選手の歴史を調べることも、楽しいちゃあ楽しいし。それじゃあ今回はこの辺で、ご視聴、ありがとうございました。